地球生物会議は日本の特定非営利活動法人の動物愛護団体である。地球生物会議、アライブとも称する。アイヌ著作家、ポンフチで知られた野上ふ子が創設した。包括的動物保護団体として動物の権利を主張し、動物園、水族館、熊牧場、動物実験、ペット、畜産、狩猟、毛皮などに反対する。 地球生物会議の設立は、設立者の野上ふ子が直前まで代表を務めていた動物愛護団体からの提訴を受けた時期の1996年1月である。地球生物会議の設立理念は、地球上に生息するすべての生物が地球の構成員として尊重される社会を構築することとされ、会の名称、地球生物会議は生き物たちが集まり、 会議を開いたら、緊急議題はという意味であり、A メアライブは、オールライフイン、A v i a ブル e ン n v i r o n m e n t の略で、地球は人間だけのものではないとのコンセプトである。ズーチェックはイギリスで始まった、動物園を監視する運動と述べ、動物たちの異常行動の発見により、動物園のあり方を問うとし、動物園を監視し、 動物園での飼育の状態を社会に知らしめる運動を行っている。1996年に英国動物園査察官とともに日本の10カ所の動物園を調査した。そしてイギリスのボーンフリー財団のバージニア・マッケンナと共に日本の動物園は貧弱、悲惨と述べた。英国的な調査で城の中にある狭い小田原動物園は問題視され、 1996年9月に肺炎を勧告された。また、他の動物園に飼育している像梅子を引き取らせることを打診されたが、小田原市は高齢都市民の財産であると拒否した。以後、小田原動物園は、小田原城内の農薬散布について、地球生物会議から抗議を受けた。小田原動物園は、その後、徐々に飼育規模を縮小し、2012年現在は、 猿山での日本猿飼育を残すのみとなった。この頃、地球支物会議は、平方パーク、小諸市動物園、地獄谷園公園、奥、日田熊牧場、井の頭動物園、富士サファリパーク、玉動物公園、三崎動物公園、ワールド牧場、東武動物公園、野毛山動物園、ズーラシア、千葉市動物公園などの動物園等も訪問した。 2004年、秋田県の水族館の開業時、カナダから北極熊が輸入される予定だったが、地球種物会議は、世界動物保護協会やカナダの動物権利団体、ズシェックと共に抗議活動を行い、頓挫させた。白熊獲得の妨害に成功した、地球生物会議は、大対案として、北極熊の映像を大画面で上映や、熊の教育プログラムの設置を提案した。 このため、当時の市長が水族館をオープン日に、白熊の着ぐるみで来場者を出迎え、後に、ロシアから、白熊、ゴータを準備した。ゴータは、人気者になり、全国紙にも掲載される熊になった。2003年、熊本県の動物園が、アジアゾウをインドネシアから借り受けようとした際に、書類の不備を見つけ、日本の経産省に抗議し、輸入の阻止に成功した。動物園では、 ゾウの収益はインドネシアのゾウ保護に寄付される予定だった。ゾウの輸入はその都度反対活動をしている。和歌山県の動物園が元従業員とテレビ局に告発されたことを受け、ゾウの調教を動物虐待だと訴えた。ズーチェック活動の後、日本各地の熊牧場を世界動物保護協会と共に調査し、避難した。熊牧場は牛タンの取引をしているとして、 その販売などを止め、また、熊の飼育頭数が多いとして、削減するように求めた。この反対キャンペーンには、ジャッキー・チェンもコメントを寄せた。ジャッキーはこのほか中国の熊畜産施設、熊農場を問題視するキャンペーンをし、地球生物会議も同調した。2004年に、上山系熊牧場が廃業し、2012年に、秋田八万体熊牧場が廃業した際に、 ヒグマの引き受け先探しを行ったが、失敗に終わった。ペットショップチェックと称して、悪質業者を見つけ出す活動をしている。また、動物愛護法を改正して、ペットのこの販売を規制するように論ずる。行政がアニマルシェルターを行い、人々はそこからペットを得るシステムにすべきと主張する。ペットの殺処分の等数削減を目指して、各自治体の処分数を調べ、 処分数ワーストの都道府県を批判する。動物実験に法規制が必要だとする立場である。また、茨城県の筑波学園都市にある複数の研究施設で反対活動も行ったことがある。ありがとうございます。